はい、皆さんこんにちは、草壁ビアです。ということで、まあ久しぶりだなっていうのは一旦ちょっと置いといてもらって、今日はあるところに行ってます。皆さん分かりますか？分かるわけねえって話ですよね。こちらです。そうです、原宿にあるプリティリズムカフェが今10周年の記念で、あのプリティリズムディアマイフューチャーの時のやつとコラボということで、今日はねこのカフェ内にプリズミーがいっぱいいるらしいんですよ。なので早速ね行っていきたいと思います。ゴー。それでは向かいます。おしゃべりツアー、うん、みやちゃんです。めっちゃいるじゃん。めっちゃいる。すごい。なんとプリズミー席になりました。ありがたいことにカフェに来ていたお客様が代わってくださいました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。お食事をね注文して待っているところなんですけれども、このカフェに来るにあたって撮影許可を取ったんですよ。 OK ということで許可いただいたんですけど、なんとこちらお土産をねいただいてしまいました。本当にありがとうございます。すごくないですか？ちょっとまだ中身の方は開けてないんですけれども、見る限りたくさんのみやちゃんグッズいただいてしまいました。ありがとうございます。本当はあっちにはショップがあるんですけれども、どれ買おうかなって選んでたら、なんといただいてしまいました。 ありがとうございます。本当にもうなんて幸せな日なんでしょうかねご飯届きました。全部みやちゃんメニューでございます。原宿の飲み物、おいしい。ミミィの顔崩すのちょっと酷なんだけど、すごくないこの黒いカレー、見えますか？めちゃくちゃ普通に美味しい。めっちゃ辛い。こんな真っ黒な見た目からは想像できないほど普通に辛い。美味しい。オムライスどう？美味しい。卵とろとろ、とってもめちゃくちゃちゃんとミニーちゃんの顔を。ごめんなさい。そうしないと食べれないからね。そそう、皆さん聞いてください。このカフェではあちらにモニターがあるんですけど、そのモニターで過去のアニメとか実写パート含めて全部流れてるんですよ。思ったけど、私これ何年前だろう。まあ10年前なんですけど、この時の髪型と私マジで何も変わってないっていう。超若いんだけど、プリティスタジオやばい。やばい、この時の記憶なんもない。この企画 UFO キャッチャーをリメンバーでやるっていう企画を今見てるんですけど、この時から UFO キャッチャー好きだったから、すごい嬉しかったような記憶もあるけど、撮影した記憶はマジでない。やばいよ。覚えてないの？え？覚えてない？全然覚えてない。記憶が微塵もないんだ。そう、今ミヤちゃんと私がちょうどいい。いいかな。いや、これこの動画見てるみんなに来てほしいけど、このカフェ明日までなんですよ。多分この動画で出てる頃には終わってる。
いや、そうなの、違うの、聞いてほしい。あ、またカフェやるんだと思って行きたいってつぶやいたなんだけど、で、この前かりんかな、かりんがなんかツイッターでなんか行きたいけど私はちょっと行けないですよみたいなのつぶやいてて、あ、そういうのもう始まってんだと思ってカフェのツイッター飛んだら、え、今週末までじゃんみたいな気づいて急いで来たわけ。急いで、すごいそう、だって急にさ、なんか YouTube 手伝ってくれてカフェついてきてくれる友達いないかな。ママやったら尻尾ってくるやろって来るけどね来るけどね見てプリズミー名場面チーズケーキ。ちょっと一応食べちゃったけど食べたんかいマジで超いい。何が？あの、全然漏れないけど。なんなら私顔こぼれる。え、切れてる？切れてたっていう。いただきます。え、かりんの、かりんの上半身。あ、美味しい。ちょうどいいなんだけど。え、これ食べるけど食べれないよね。どういうこと？食べるんだけど、だってこんな可愛いから書いてあったら食べれないじゃんって話。じゃあ食べるよ。食べるよ。じゃあ、レーナの上半身。レーナ、美味しいよ。あ、カリン食べちゃおうかな。カリン、ごめんね。カリンの顔、美味しい。もう、レーナの顔、顔じゃないよ。ごめんねーな。私もね、なんか書かせていただきたいと思います。すごい嬉しいね。多分私のミアじゃないけどアニメの方だと思うけど、書かせていただきました。こちらのタペストリーにサインを書かせていただけることになったので、ありがたく書かせていただきたいと思います。待って、何このメガネ、本当に嫌だ。どうかな。私のメモによると、カイロさんが選ぶ衣装を出会うデカモネダメショー。今、あのグッズコーナーにいるんですけれども、なんと、これなんだろう、ムッテキング、なんか見やすいこの衣装見たことないから多分新しいよね。そうだよね。こちら持ち帰りしたいと思います。でもいろんなグッズがあって、ここにもほらミヤちゃんがいらっしゃいます。可愛くない？猫、猫ミヤちゃん。これはそう、ゲット。危ない、猫に引かなかった。ミヤちゃん、ミヤちゃんなの？え、ミヤちゃんじゃないの？絶対ミヤちゃんでしょ、この頭。え、かわいい。ちょっと売ってない、売ってなさそう。お持ち帰りしまーす。はい、ということで家に帰ってきたんですけれども、プリティリズムカフェでこちらのね2つを買ったんですけれども、あのお土産をねこういただいてしまいまして、そちらのね開封動画というかご紹介しようかなと思います。もうダメだ、最近ほんと YouTube とかマジで久しぶりすぎてさ、喋り方忘れたわ。今日雨だったので帽子かぶっていたんですけど、かぶったら外せなくなっちゃったので、家の中ですが帽子はこのままで行かせていただきたいと思います。まずこちら、これあれだね、プリズムストーントランクの柄のクリアファイルだ。
ありがとうございます。うわみやちゃんのなんだろうこれは、あれだカフェのなんかランチョンマット的なランダムなやつだよね多分、わかんないけど違ったらごめんなさい。あでもそうかも、インプリズムストーンカフェって書いてあるから、やだかわいい、ありがとうございます、飾っちゃおう。あすごいすごいよ、いっぱいいっぱい、わすごい語彙力なくなっちゃった。カフェのグッズだ、いっぱい買おうかどうかね、ね悩んだやつ。おおこれもプリズム4人、あ衣装違うバージョン、あとこれですね、ありがとうございます、いっぱいじゃん。まず缶バッジかわいい、これちっちゃいアクキーにもなるし、こう置くやつあるからアクスタにもなるやつだ。あとみやちゃん、あとみやちゃんってか全部みやちゃんなんだけど、コスモスの3人セットみたい、これ嬉しい、これも買おうか迷った。とうちの衣装のみやちゃんのアクスター、そしてポストカード、なんだこれ、カードステッカー、あれだスイカとかに貼れるやつだ、こんなんもったいなくて貼れるわけないけどポスター、これもあれだカフェでなんかいくら以上買ったら1枚みたいなやつかな、これと、うわーヘインちゃんとなみやちゃん懐かしい、とこれ、あなんだっけ、なんかなんかですね見覚えある日本語、あボディーロックのやつ、これあれだよね、プリズミーの衣装のやつを描いてくださってるやつだよね、懐かしい。あそうこれは実は私もお買い物した時にいただいたので2枚あります。え可愛い、これ iPhone ケースの裏に挟もうかなとは、あこれもスイカに貼れるやつだ、メモリーパスのやつだよねこれ、えマジで懐かしい、メモパスありがとうございます。ちょっと並べてみようかな後ろに、ということでたくさんいただいちゃいました、ありがとうございます、本当にちょっとゆるちゃん、ゆるちゃん、あねえ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 最低、本当に本当に最低、あ何喋ろうか忘れたじゃん、こんなにいただいたってなんかちょっと申し訳ない気持ちになっちゃったんですけれども、いやでも嬉しいですね本当にありがとうございます。そしてね10年経ってもこんだけ愛されるコンテンツに長い期間関われたことは本当に今でも感謝してます。これからもなんか私が逆にプリティリズムになんか恩返しできるぐらいになれたらいいなと思います。そして YouTube どんだけやってなかったんだよって思いますよね皆さん、本当に長らく放置してごめんなさい、いつの間にか4000人チャンネル登録者数いっていてすごくびっくりしました、ありがとうございます。またねちょっとぼちぼち細々とね投稿していけたらいいなと思いますので、これからもチャンネル登録解除せずにいてくれたら嬉しいです。ということでこの動画を見てくれてありがとうございました、もしよければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上ミヤでした、バイバーイ。